セルビア社会主義共和国は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成国で、1943年から1990年まで存在した。セルビアは、ユーゴスラビアの構成国の中で最大の面積と人口を持ち、その首都ベオグラードは、ユーゴスラビアの首都として、政治、経済の最大の拠点となった。 スロベニア社会主義共和国クロアチア社会主義共和国ボスニアヘルセゴビナ社会主義共和国モンテネグロ社会主義共和国マケドニア社会主義共和国セルビア社会主義共和国ボイボディナ社会主義自治州コソボ社会主義自治州1945年から1963年にかけてこの国は公式に セルビア人民共和国の名で呼ばれ、1963年から1990年まで、セルビア社会主義共和国となった。1974年の改革では2つの自治州、ボイボディナ社会主義自治州とコソボ社会主義自治州が実質的に分離され、両自治州は他のユーゴスラビアの構成共和国とほぼ同等の地位を持つようになった。 セルビア社会主義共和国の存続した機関のほとんどにおいて、セルビアは連邦政府に忠実で、一般的には従属的な立場を取った。しかしながら、ヨシップ・ブロズチ等が1980年に死去し、コソボにおいて、セルビア人、アルバニア人双方の民族主義が広がると、それに対する対処法をめぐり、共産主義者同盟にも亀裂が生じた。 1988年から1989年にかけて、スロボダン・ミロシェビッチの率いる一派がセルビア及び、モンテネグロの支配権を奪うことに成功すると、セルビア人民族主義者の支持を得てコソボ及びボイボディナの自治権を剥奪した。1989年、ミロシェビッチは、セルビア社会主義共和国の大統領となった。ミロシェビッチは、 ユーゴスラビア連邦政府がコソボにユーゴスラビア人民軍を派遣することによって連邦がコソボを置いてセルビアの利益のために行動するように求めたこのような動きに対する他の連邦を構成する各共和国の反発とセルビア側の求めていた共産主義者同盟における党員一人一票の制度への反発からユーゴスラビア国内での民族間の緊張が高まり ユーゴスラビア共産主義者同盟の崩壊、そして1991年のユーゴスラビア崩壊へとつながっていった。1990年以降、国名はセルビア共和国へと改められ、1992年以降はセルビア共和国とモンテネグロ共和国の2国のみからなるユーゴスラビア連邦共和国へと移行した。2006年にモンテネグロが独立した結果、 連邦は解体され、セルビア共和国も単独の国家となった。セルビア社会主義共和国の中には、二つの自治州があった。一つは、ボイボディナ社会主義自治州であり、もう一つは、コソボ社会主義自治州であった。それ以外のセルビアの領域は、中央セルビアと呼ばれた。1971年の時点では、 セルビア社会主義共和国には合計で844万6591人が居住し、その内訳は次の通りであった。1981年の時点では、セルビア社会主義共和国には合計で931万3677人が居住し、その内訳は次の通りであった。 1974年から1990年のセルビアの行政区分セルビア社会主義共和国では唯一の合法な政党はユーゴスラビア共産主義者同盟の下部組織であるセルビア共産主義者同盟であったセルビア共産主義者同盟は1980年代後半のコソボにてアルバニア人の抗議が活発化しアルバニア人とセルビア人の緊張関係が 高まり、その対象をめぐって党内が分裂した時までは安定的で比較的ユーゴスラビア共産主義者同盟に忠実であった。旧来からの共産主義者たちはコソボ問題に際して中立的な立場を取るとした大統領イーバン、スタンボリッチを支持した。一方、より急進的な勢力や民族主義者たちはコソボに住む多くのセルビア人が多数派を占める。 アルバニア人の分離主義者によってコソボを去るよう脅かされているとし、コソボのセルビア人保護を訴えるスロボダン・ミロシェビッチを支持した。ミロシェビッチは大衆の感情やコソボ分離主義者への反発をセルビア及びボイボディナ、コソボ、そしてモンテネグロの共産主義者同盟の中で支持者を獲得するために利用した。これは反関係革命として知られる。 これによって、セルビア共産主義者同盟はミロシェビッチを党首に選出した。ミロシェビッチは、コソボでのアルバニア人民族主義に対して厳しい姿勢で臨み、ユーゴスラビア連邦政府に対して、コソボの分離主義者への対処のために、自身に緊急の権限を与えるように圧力をかけた。さらに、ミロシェビッチはコソボ及びボイボディナの自治権を大幅に縮小し、 それらの代表者の地位に自身に忠実な政治家を据えた。1990年のユーゴスラビア共産主義者同盟の会議では、ミロシェビッチと彼に忠実なコソボ、ボイボディナ、モンテネグロの代表者は、コソボ問題への対処に反対した、スロベニア社会主義共和国に対し、同国が提案したあらゆる改革案に反対する、ことで無言の圧力を加えた。 しかしこの戦略は失敗し、スロベニア及び同国と協力関係を取る、クロアチア社会主義共和国は、ユーゴスラビア共産主義者同盟を去った。これが、きっかけとなって、ユーゴスラビア共産主義者同盟は崩壊、翌年にはユーゴスラビアそのものも崩壊した。ありがとうございます。